皆さんこんにちは、ジル棋士の山口恵理子です。今日も京都で将棋の実況やっていこうと思います。で、今回なんですが、ちょっと居飛車やってみようかなと思います。今年に入ってから結構居飛車を公式戦でやることも増えてるので、お見せできれば幸いです。ということで、10分切るまでやっていきます。頑張ります。対局開始。あなたが後手です。あ、三段の方、居飛車党っぽいですね。後手です。お願いします。よいしょ、8四歩かということで、じゃあちょっと2六歩ついていこうかな。で、3四歩なので2五歩ついて7八金。これで角換わりの出だしですね。これ角交換しないと8六の歩交換されちゃうので、それが嫌だよということで、8八銀上がって角換わり出ましたね。7七銀上がって8六の歩交換できないようにしました。で、6二銀なので、こういった早繰り銀も腰掛け銀も両方ある感じ、棒銀だけはなくなりましたね。で、私やるのは何かというと、最近4六歩ってつくのも結構あるんですけど、今回は4八銀でやってみようと思います。で、7四歩なので、これは早繰り銀の可能性があるので、ちょっと早繰り銀を見せていこうかなという感じでやっていきます。これ早繰り銀にな、相早繰り銀になった時に、9筋ついておくと、後々の王手飛車がなくなるので、これ、結構有力な手なんですよね。なので、これ受けない手もあるかなと思うので、ちょっともう早繰り銀やっちゃいます。相手が、まだわかんないけど、早繰り銀だった。ということで。早繰り銀。お互いに早繰り銀していきますよ。で、次なんですが、これでどうしようかな。最近なんか3七桂っていう感じを見たので、それやろうかなと思うんですが、王様、とりあえず、一回上がっておくのもありかなとか、いろいろ、迷いに迷っております。まあ、ちょっと3七桂やってみます。3七桂で、やってきましたね。そうよね。で、これ7五歩同歩同銀で、次8六歩を狙ってきているので、この時は2五歩同歩で、2五歩、同歩同飛車で、銀と、7五の銀と2一の桂の両取りを目指していきます。で、取ってくれなかったので、8筋の交換を、とりあえずしてという感じですね。これ歩どこに打とうかな。8八歩と8七歩で悩んでるんですが、どうしようかな。まあちょっと8八歩でやってみたいな。やってみよう。どうなるかな、8八歩。次に私としては、まあ、2四歩は一回やりたい手ですね。他は、何ができるかな。7五角とかもあるかな。一番いいタイミングでやりたいですね。お、引いてきたな。引いてきたということは、まあ、2四歩ですかね。まあ、2二歩打つでしょう。普通は。そこで、何をするかかな。7四歩垂らしたりとかするですかね。私7四歩垂らしたりしてみますか。ちょっと嫌味をつけてみます。ガンガン攻めたいんですけど、うまく攻めないと悪くなっちゃうので、結構慎重に考えながらやってます。で、8二飛車と引いたので、3二の金まで飛車の横利き通ってるのがポイントで、2三銀と普通に打っても、多分そんなにうまくいかないような気が
したんですよね。なのでちょっと左側で味をつけてから2三金だったり4五桂だったりを狙っていきたいなって思ってます。いやー、4五桂跳ねるとちょっと3七角の王手飛車ラインが開くので非常に怖いんですよね。一回5八玉とか6八玉入るだけでだいぶ違うんですけど、王様の安全度が。ただちょっとそういう余裕があるかどうかがわからないですね。なんか7七歩打たれるだけで結構私王様動くと嫌な形なので、うん、なら6九玉って一回寄る感じが入った方がいいのかな、どうなんだろうと思ってたら6四銀ってやってきましたね。銀ですか。銀ですか。まあ、銀使ってくれたのは私としては、ちょっとありがたいことはあるのかな。どうなんだろう。どこから攻めようか問題ですね。ちょっとわかりづらいな、攻め方。まあ、ちょっと寄ってみたいんだよな。6九玉すいません、寄ってみます。王手飛車が怖すぎました。私としては、次何狙おうかな。3五歩同歩、4五桂みたいな感じでやりたいんですよね。大丈夫かな ?4 五桂、4四銀、2三銀とかやっちゃう?いけるかな?やっても良いかな。3五歩同歩入れた方がいいかな、その時。どうなんでしょう。相手に歩を渡しちゃうって取られるか、歩の突き捨てが入ったと捉えるかの2択ですね。3五歩同歩で、でも4五角みたいな感じで攻めていく手がありますかね。どうだろう。2三歩成がうまいこと入れば、それはかなり得になりそうかな。ってことでいけそうかな。やってみちゃおう。よいしょ。3五歩。やってみました。いやー、2三銀がやりたいんですよね。相手も攻めてきますね。どうしよう。同歩で取るのは損かな。相手の攻め早くなるなら私取りたくないんですけど。取らないで許してもらえるかな。私、攻めたい。相手も攻めたい。同じ気持ち。どっちが攻め早いかな。で悩ましいですね。4五桂跳ねて2三銀は大したことないかな。大したことないと困っちゃうんですよね。3四歩同銀、3五歩は3六歩って打たれちゃうんですけど、どうせ金交換になるのかな。同歩で、まあ、9六銀同歩で取ると9八歩同香、なんか5四角とか狙ってるんですよね、多分。その時に受けがないなら嫌だなっていう感じなんですけど、ここで4五角しちゃうとかもありですかね。やってみちゃおうか。4五角変だよな。変だけどいい手だったらいいな。4五角で6三角成をちょっと狙ってみようかなっていうのと、3四歩がうまくできればいいなという、一応2つの狙いを持って打ってみました。どうだろうな。9七歩成はまず大したことあるのかどうかを考えていきたいですね。9七歩成、6三角成で一応銀取りなんですけど、多分ちょっとこちらが、それはいける気がするんですよね。9七歩成、6三角成で、8八と同金ができるんですよね。2八の飛車がぐいーと横利いてるので。なので、
6三角成を受けてくるだろうという読みです。でその時に3四歩からうまいこと攻めれないかなっていうふうに思ってます。3四歩同銀だけをなくしていくための4五角でした。さあどうなってるんでしょうか。結構相居飛車ってお互い攻め合いになることがちょっと多いのでなかなか怖いんですよね。ということで5四角だったので3四歩は1回入れます。で逃げてきたので角取ろうかな、取り返そうかな。これ2三歩成から3三歩成するのもちょっとありかなと思ってて、2三歩成同歩3三歩成で4五銀だったらもうどんどん行っちゃおうかなと思ったんですけど、さすがに無理か、無理だよねっていうことで取ります。一回5四角入れて同歩。さあ次ですよ。次どうやって攻めようかな。2三歩成から2二歩は3六歩相手も打ってくれるんだよね。なのでより良い感じに行きたいな。それとあと、いやどれぐらい厳しい攻めが私できるんだろうか。4五銀同銀同桂はどれぐらい厳しいんだろうかとかいろいろ考えてたら残り3分厳しい、どうしよう。7三銀同桂同歩成同銀6五桂6四銀7三角同銀同桂成、今じゃない気がするんだよな。タイミング難しいですね。ということでもう行っちゃいます。4五銀ガンガン攻めちゃいます。同銀同桂は5三の地点を桂馬が狙っているので攻めきれるでしょう。きっと私は攻めきれると信じております。なかなか大変ですね。9七歩成は同香かな。同香同香成同桂はやるいますよね。香車渡すの嫌なんですけど放置はちょっとしづらいんだよな。4四銀同歩7三銀同桂な歩同歩成同銀7四歩やっちゃうかも。それももう9七香とかやってる暇ないと思っていっちゃいますか。いっちゃった。大丈夫かな。とても不安に駆られていますが攻め合いするしかないと見ました。さてどう合ってるかな判断。8八と同金で一回耐えてると信じてるんですけど、5五角が結構嫌で、どこかで打たれるのが。なのでその5五角の攻めと私の7三銀の攻めどちらが早いかっていう勝負になるかなっていうふうに考えてます。まあ、とりあえず飛車取りなんですよねこれ。なので同桂同歩成同銀ぐらいまでは行ってほしいな。いやーちょっとやりすぎましたかね。同金同歩成同銀7四歩8八と同金5五角、まあ、それはいけるかな。7三歩成8八飛車成も相手も怖いですよね。同飛車同馬で6二銀同金8一飛車みたいな感じがあるのでそれ狙っていけばいいかな。8八飛車成に6二銀ぐらいでいけるかな。いや、詰む詰まないになっちゃうから難しいですね。同桂同歩成同銀7四歩
8八とは7三歩成で7八とが王手なんですよね。同玉で耐えてるならそれやりたいけど、果たして本当に同玉で耐えてるんだろうか。相手の持ち駒は角金銀かなって考えてたら全然違うことされた。でもこれはね取れるよ。9七香これ飛車取りなんで、これはちょっとよろしくなりましたね。今同桂でどうだったかなという感じで、正直自信も全然なかったのでそれもあったかなという感じなんですが、これは6四銀成は一回挟んだ方がいいですかね。それか8三角普通にやっちゃおうか。8三角7三桂9二角成同香、まあそっちかな。よいしょ。これ飛車が縦に逃げると6一角成から6二金で詰んじゃうので結構痛いんじゃないかと思われます。9七歩成だったら9二角成ですかね。飛車取っちゃえば寄るでしょう、きっと相手の王様は。かなり相掛かり飛車が大事な駒なんですよね。は受けてきたけど、まあ、これは一回飛車取りますね。同香で6四銀成かな。まあ4四銀もやっちゃいますかね。さて次ですね。次は1分30秒。それは困ったぞ。まあ、銀なんですよ普通。銀を打つんですけど、うん、まあ、でもすぐ銀より8三飛車の方が得かなと思うので、8三飛車から8一飛車なりと5三飛車なりの両狙いで行こうかなという感じですかね。まあ、8一飛車なりが本命ですね。一応王手飛車ラインじゃないので、王手飛車かからない位置になってるので、大丈夫かな。まあ、次、5三銀も狙いとしてやりたいですかね。打つのをやりたいかな。まあ、8一飛車なり、どうやって受けるか問題があるので、なかなか受けづらいですよね、これ、多分。9七歩成とかやってきても、もう8一飛車なりから、攻め攻めでいきます。攻め合いは勝ってるはずです。でも2八の飛車攻めに全然使えてないんですけど、これめちゃくちゃ受けに効いてるんですよね。横行きが絶大なので、なのでちょっと攻めはこの8三飛車で頑張ってもらおうかなと思ってます。こういう飛車角交換になった時は一番気をつけないといけないのが、飛車抜かれることなんですよね。飛車歩って、ただで取られたら一気に悪くなっちゃうので、それだけはしないように気をつけてやっていきたいですね。うん、そうですね。さて次ですね。次は、どうやって攻めるか問題なんですけど、7三歩成から7二銀で、普通に攻めていきますかね。まあ、時間ないので、第一巻でやっていきます。8八とは一回同金ですかね。正直同金しなくてもいいのかな。8八と2とか思ってたら9四角とやってきたので、まあ、これは一回取りますね。よいしょ。ではそれで狙いとしては5三銀ですかね。5二金とか6二金が受からないと思われます。銀しかないので、これ金があっても6三桂があるので結構厳しいということで、ポイントになりました。ありがとうございました。急に飛車からは結構良かったと思うんですけど、それまであんまり自信なかったですね。なので、ちょっとグラフ見ていこうかなと思います。こちら側ですね。じゃあ解析していきます。グラフ。あ、でもまあまあだな、これ。すごいグラフがずっと僅差な感じなので。ちょっと見ていきますね。一番ここがポイントかなと思うので、ここまで進めていきたいと思います。今回は後手番で角換わりの将棋に
なりました。そうですね、この出だしが角換わりの出だしですね。角換わりという名の通り角交換をする相居飛車の戦型です。もうこれ最初序盤どうやって覚えたかというと、私結構プロ棋士の将棋丸暗記して覚えました。難しい言っていては。でここ一つポイントですね。端の交換を入れると、それもありなんですけど、早繰り銀っていう相手がなんかニョキニョキ今回みたいに銀を出ていった時に、5一の玉と王手飛車にかかることがあるんですよね。なんていうかこの9五のこの地点、8六歩同歩同飛車みたいな感じになった時に王手飛車になる危険性があるので、それを防いだ一手になります。でなんか9四歩を見て早繰り銀っぽいなと思ったので、私も早繰り銀にしてみました。で、ここですね。ここで今回3七桂を選んでみました。で、そうですね。7五歩同歩同銀だったので、2四歩同歩2五歩。ここまで7五歩同歩同銀とされたら、2四歩突くっていうのは結構セットで覚えてほしいなと思います。で、そうですね。交換して、今回8七歩ではなく8八歩と打ってみました。まあ、ここは2四歩やりますね。ここかな。ここら辺で7四歩打ったんですけど、5、6角とかもありますよね。いろいろありそうなところかなと思います。要研究課題ですね。そうですね。6、9、玉寄って、まあ、互角ですね。6、9、玉変な手じゃなくて非常に嬉しい。で、3、5歩から仕掛けに行ったんですけど、3、5歩同歩だったら4、5角のつもりでした。で、9、6歩ついてきたので、4、5角打って、3、4歩入れて、まあ、5、4角という感じで。ちょっと4五銀やりすぎましたね。これ4五銀何すればよかったかな。見ちゃう。歩成りか。なるほど。ああ、歩成って桂馬でしたか。そっか、こうやって攻めるんですね。確かに、攻めれそう。今のとこ同銀じゃなくて、同桂だったら7四歩みたいな感じで、いけそうですね。こうやって攻めるんですね。まあ、互角の戦いですけど、こういうのもあったかなという感じです。まあ、本譜は、銀ぶつけて、なって7三銀とやったんですけど、ちょっとやりすぎたなというのが、ここ同桂が嫌だったんですよね。うん、やっぱそうですよね。これは互角です。そうですね。今回、7四歩ではなく6五桂選んでますけど、うん、これがどうなってるのか問題ですね。6五桂じゃなくて、私は7四歩打つ。と思うけど、まあこれもそうですね。合格じゃなくて今回6四角棋士解析権で選んでますけど、どうなんだろうなこれ。まあ3七の桂取り痛いですね普通に。まあ、取って同角で歩打って。同飛車だったら7四銀で攻めていく感じですかね。ただ3七角成が飛車取りなので、まあ同飛車とさせてという感じですかね。難しい、非常に。これどうなんだろう。同飛車に7四角とかもあるのかな？可能性として。いや、激戦でしたね、これ。激戦な気がします。本譜はですね、これ、寄ったので、これ、と金を払うことができて、8三角から攻めていけたという感じですね。で、攻め合いで、一直線になった時に、自玉が私王手かからなくて、確実に攻めていけばいいので、勝ちになったという感じです。そうですね、ここで投了となりましたが、これ受けがなくて、5二金や6二金と打つ手がございまして、銀だと、5二金と打たれたくなかったら、5二銀と打つ手とかがあるんですけど、その場合は6二金がありまして、6二銀と打っても5二金があるということで、これは受けがないという感じです。自玉がやっぱり6九玉と言ってよって、折ってかからなくなったっていうのが、結構、刺すときにやりやすいので、結構、そうですね、1個寄るとかそういうのをうまく組み合わせて、やっていただけたら嬉しいなと思います。私自身もうまく指せるように
頑張りたいですね。そして今回角換わりの早繰り銀の将棋だったんですけど、講座でやってないんですよね。なのでいつかそれも出せたらいいなと思います。初めての居飛車どんどん増やしていけたら嬉しいです。ということで今回居飛車やってみました。興味が湧いた方はぜひ角換わりいろいろ調べてみてください。今回は角換わりの早繰り銀と言われる形をやってみました。講座も準備して出せたらいいなと思います。楽しみにしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。